AJ も話長くなるからさ、AJ も。AJ の話はね、長くなるのよ。もう。AJ はさ、まあ、未公開部分のことを話すとね、まあ、CM 中にですね、まあ、ブースのみの会話があったんですけどもね、多分、放送されてる時に、なんか、最高月収は、さすがに、トントンなんじゃねえか、みたいな。まあ、俺もね、その、M1 優勝者賞金とか、まあ、いろいろ同時に入った時の収入は結構いったから、夢ある数字までいったんで、これはトントンだなって言ってますんでした、僕。なんか、放送中に。で、当然お互い額言えないから、そのままぬるっと終わったと思うんですけども、まあ、当然オフ中というか、まあ、CM 中に、ぶっちゃけいくらか、ちょっと、まあ、いろんな話をね、まあ、月収というかは、収入、今の、そのお金持ってる、いくら持ってるのみたいな話をしたときに、AJ が言った額が、もう、鼻血出るぐらいもらってたっていう、それがもしオンエアでその話になってたらマジでクソ恥かいちゃうと思うわ。トントンだと思うよね、さすがにみたいな。月収ぐらいはトントンだよねみたいなぐらい言ってたのがもう大恥よ、ブースの中で。俺大恥、次元が違う、額の、どんどん増えてきますね、投資してるから。そうそう、だから投資のあたりからもう本当に村上の目がもう輝いてて、もうあいつは今最近もう投資家とかそういう人に会うと本当につながり持ちたいような動きするから、なんかその CM 中も村上さんが積極的に喋ってるから、そう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 、もう、ね、積極的にもうどんどん聞こうとしてるの、不労所得についてどんだけ働きたく出んねんお前っていうぐらい不労所得の話しかしないです。市議会議員になるか市長になるか、株で大儲けしてもう不労所得したいの3つしかあいつの夢今聞いたことない。未来の構造、ああそうそう、嶋佐化してるかもな、ちょっとな。いや嶋佐と同じ動きしてるもんな、なんかに嶋佐仮想通貨、嶋佐仮想通貨だし、もう高円寺出よっかなって言ってる芸人ね、2人とも高円寺芸人のくせに、もういいとこ住みたいから高円寺に住むとこねえっつって、もう他住もうとしてるやつ芸人ね、二人とも類似タレント嶋佐ね。確かにお笑いはねすごい、俺とちょっとやり方似てる時あるけどね、嶋佐は。だマジカルラブリー二つの要素があるのかもしれない、嶋佐には。嶋佐もマジカルラブリーなのかもしれない、あれは。